アレクサンダー・リッターは、ドイツのバイオリニスト、指揮者、作曲家。リッターは、ロシア帝国のナルバに生まれた。ドイツ人の商人であった父の死後、子供たちは、母のユリーに連れられて、ドレスデンへと移り、10歳になるリッターはここで、ワーグナーのオペラ、リエンチとサマヨエル、えるオランダ人を、作曲者自身の指揮で聴く機会に恵まれている。個人的にも、 ワーグナーと面識を得たリッターはその後生涯に渡ってワーグナーを信奉し続けた。1849年にはライプツヒに移りフェルディナンド・ダビットの下でバイオリンの修行を得た。1844年のドレスデンにおいて知り合ったリストから1854年にバイマルの宮廷管弦楽団のバイオリニストの職を与えられたリッターはその地で ベーター・コルネリウスやヨアヒム・ラフラも所属するサークルに加盟した。同年には尊敬するワーグナーの命で女優のフランツィスカ・ワーグナーと結婚している。その後1856年のシュチェチン、1863年のビュールツブルグ、1872年のケムニッツと各地でバイオリニスト、指揮者を務めるが目立った活躍はできなかった。 1882年にハンス・フォン・ビューロを率いるマイニン間宮帝楽団のコンサートマスターに就任したリッターはそこで若きリハルト・シュトラウスに出会い、数年にわたってこの若者を大いに励ました。続いて1886年にミュンヘンに移ったリッターは作曲及び新ドイツ学派を思行する行進の指導に専念するようになった。リッターはシュトラウスの公共士、士と 変容について、楽曲の内容詩に書き表し、この詩は後に楽譜に掲げられた。また、シュトラウスのオペラ諸女作となった、グントラムの題材を与えたのものリッターであった。他にも、ルートビヒトイレのオペラ、トイアードーンクにリブレットを執筆している。リッターは、ミュンヘンに没した。リッターは、ワーグナー並びに、リストの作品から強く影響を受けており、ハイン・リヒハイネ。 ニコラウス・レーナウ、ヨーゼフ・フォガイ・ヒエンドルフラのテクストに付けられたピアノ伴奏歌曲もそうした中に含まれる。デア・フォール・ハンス、ウエム・ダイクローネという二つの太幕形式のオペラを作曲したが、いずれもおとぎ話に題材を取るというワーグナー以降のドイツオペラの潮流に乗ったものであり、これによって一定の成功を収めた。初期の弦楽四重奏曲。 ピアノ五重奏曲などの室内楽曲に加え、スールスム・コルダ、エアロティシェ・レジェンド、カイザー・ルードルフ・スリット・ツームトデといった公共的作品があり、スールスム・コルダは伝統的な形式を基本に据えつつ同時代的な公共誌へと発展させた作品である。ありがとうございます。